デフィシットスプリットスクワットです。これは股関節腹筋のモビリティドリルです。また股関節の可動性だけでなく太もものエキセントリックな強度を高める最適なドリルです。それではやっていきましょう。もしお持ちでしたらこのようなボックスを用意していただいて地面より少し高くして行います。まずスプリットスタンス、前足と後ろ足を離し立ち骨盤を後傾します。そして肩、股関節、膝が一直線上になるようにして3から5秒かけてゆっくりと膝が地面につくまで下ろしていきます。そして戻します。もう一度。でこの時に太ももが伸びている感じがあると OK です。これを6から8レップス、2から3セット行うように。